山のメガソーラーの設置と環境保全についての質問を行いますでは赤坂副委員長どうぞ私の方からいくつかお聞きします <laughs>、えーまあ、以前再生エネルギーの増加という点では私どももこの脱原発という形でまた 原発ゼロの方向で私も,もうこの間エネルギー源のあり方を問うてきたわけですけれども今回、前回の委員会ではですねそういう再生エネルギーの増加を求めるということで家屋での,この太陽光発電の設置の拡大というものを前回求めましたけれどもこの前回以降ですねこういう家屋での個人宅などを含めてですね 太陽光発電の設置拡大については、補正予算なども含めて、市民要求に応えられるように、どうかと、検討すべきじゃないかということを申し上げてましたが、これの結果は検討されているんでしょうか、その結果はどうなんでしょうか森さん、えー、丸本地球温暖化対策室エネルギー政策部長。 個人の家庭等に対する太陽光パネルの普及拡大の推進策についてでございます京都市の場合なかなか大規模なメガソーラーといったそういった部分がないというような状況から家庭を中心とした太陽光パネルを推進していかなければいないという状況でございます本市におきましてはそういった方に対しまして 設置に対しましまて助成金を打つですとかまた町内会ですとかそういった地域で太陽光パネルなりを作って共同で設置していきたいとそういった方につきましてはそういった相談に乗るような。 コーディネーターを派遣したり、またどれぐらいの設置し仮に設置した場合、発電があって、採、ま、算、あ、ベースに乗ってくるのかどうなのか、まあ、そういった計算なり、そういったお手伝いをすると、と、まあ、そういった事業を展開しているところでございます、えー、今後につきましても、こういったこれまでの取り組みをしっかりと継続してまいりたいというふうに考えております。赤坂副委員長だから前回の え各個のそれぞれの募集をしたらすぐに満杯になって終わりましたね、でその募集をさらに拡大したらどうかという検討をこの間、この委員会の中でも、他党の議員さんからも出たと思うんですけれども、検討はされたんでしょうか丸本部長。はいえー、と今年度の助成金につきましては、まああの 事前の申請という形に変更したというようなこと、まあ、そういったこと、それからまああの予算の限りがあるというようなことの広報も十分させていただいたという,ようなこともあったのかなというふうに思っておりますけれども、まあ、あの想定していた以上に早く申し込み、を受け付けが終わったというような状況でございます。たただまああの現時点でこれれからそういいっっ方が設置されて行って実際に補助金を 助成金を交付していくわけですけれども、件数的にいきます、件数で申しますと、前年度よりも数的には増えてきているというような状況でございます、限られた予算の範囲内で、最大のできるだけ効果的な太陽光パネルを普及というようなことでございますので、現時点では、直ちに補正予算を組んでというようなことは考えているところではございません。 赤坂副委員長もうぜひこれはあの今日も大変暑いわけですけれども気候変動との関係とかそういうことも含めてですねやはりエネルギー源のあり方というのは問われていると思いますのでえこの点改めて再考をお願いしたいというふうにえ思います次に昨年来の大岩山山頂付近のメガソーラー施設の問題で地滑り対策が問題になっていたと いうふうにこれは太陽光パネルが崩れていくというこの地滑り問題の認識はされていたかまた、このような地滑りで周辺の影響について環境政策局としてどう管理・指導してきたのかという点でお話を聞かせていただきたいと思います。いかかがでしょうか 福井循環型社会推進部担当部長あの現在、ああ司会の先生方からものあの時々ご指摘をいただいておるあの大岩山の 開発の件でございますがもともと土砂を搬入している業者がそこでおりましてその最初の頃その土砂を搬入している業者等からは太陽光発電のパネルを設置するというような計画のようなものを我々も聞いておるところでございましたけれども現在はその土砂の搬入が宅地造成等規制法という法令に その規制にあの、まあ、抵触するような傾斜が生じておりまして、これを都市計画局において、現在、是正工事を指導しておるところでございます。で現在、あの事業者がそこで作業しておりますのは、その都市計画局の指導に基づくあの是正工事のために土砂を搬入して、 の面のとととこころろを整備しておるいいうところでございますで今後そこの整備工事が終わった段階でその当該土地についてどのように利活用されるのかにつきましては改めて例えばそこで太陽光発パネルを設置するということであれば改めて開発許可等の手続きが必要になる場合がございますのでどなたが事業者になって そういういどのような計画を立てるのかということにつきましては、現在、正式には京都市の方ではまだ承知していないという状況でございます赤坂副委員長。まあ今のお話がありましたように、当初、メガソーラーの設置計画があったということも聞いておられたわけですが、まあ、今後、どうするかについては、まだ、地権者の意向やら、いろんな事業者の意向もあるだろうと思いますけれども、まあ、この点、えー、今回ですね、 えー、あの地域は土地活用の計画の場所でもですね、えーま、るっきり城ですねのこの開発のまあ言うたら何らかからない状況の中の地点でしたでまあそこに、えーまあ、山のてっぺんですからその森林地帯がですね今回そういう形で メガソーラーの設置のための場所を作るんだということで西日本開発という会社がですねこの開発計画をしているというふうに私も聞いていたんですけれどもこれが実際ですね京都府の林務課と京都市の林業振興課との関係でので森林開発や太陽光発電の拡大の許可という点では降りて いないということを確認していいでしょうか。いかがでしょうか。福井担当部長。ええ、まあ、京都府のリーム事務所という、まあ、あの、他の機関のことでございますので。あの、まあ、正式にちょっと申し上げる、私ども情報を持っているわけでございませんが。あの、現在、そういう、あの、臨時開発の許可とか。えそういう手続きがなされたというふうには、聞き及んでおりません。赤坂副委員長、まあ、そういう開発許可なしに。 現在谷底にです、ね、土を埋めて埋め立てているとそして平地を作ってそこにメガソーラーの太陽光発電の機器を置くというふうな計画のように聞いておりましたけれどもこういう形ですね土でこの木を打ち倒していって山を削っていくということで太陽光発電所を広げるということは いかかがなものかと京都市が CO2 の削減ということもこの間、強調していることでもございますのでこういう観点からもですね、環境保全上の政策上も問題という認識はあるのでしょうか、いかがですか。福井担当部長 繰り返しになりますが現在当該土地で行われております行為というのはメガソーラー太陽光発電パネルを設置するための工事ではなくてあくまでも現在の休憩者地が生じておりますのでそれについて法令に抵触するということで。 その土砂を下に、のまあ、崖下に落としているというのも、その崖ののり面を整備するという行為の中でやっておるというところでございますので、業者が無秩序に開発行為をしているという状況ではないということを1つ、もう一つ確認をさせていただきたいと思います。それと、そこについてメガソーラ、ーの計画そのものにつきましては、事業者が先ほど委員がおっしゃった業者名になるのか、 知見者になるのかその辺については全く白紙の状態でございますので、私ども、まあ、あの実際はあの都市計画局がメインになる話だと思うんですけれども、そういうあのいろんな規制、許可等の手続きというのが全く何も計画等の相談もあのございません、一旦はそこを是正させるというのが今、メインでございますので、その上で改めてあの確認をするというのが現状の,あの状況でございます。赤坂副委員長 都市計画の開発という点での今のお話だったと思うんですけども図面で都市計画局の京都市の全域の地図を見てもあの場所というのは完全に城なんですね開発規制のないかかっていないところなんですそういう点でもこの林業振興課とそして京都府の林務課のこの森林を守っていくと緑を守るという点での 環境保全の責任というのは私はたくさんあると思いますので、まあ、環境政策という形でやっているこの京都市の環境政策課の方もこの点についてはしっかりとこの認識をしていただきたいしこの今後も注目してこれ是正指導を含めてですねお願いしたいというふうに思います。それでで先日ですね深草の トレッキングコースなんですねあれあの現在、ダンプがあ傾斜地の補修ということで、えー、毎日のようにダンプが上がっているわけですけれどもこういう点での場所で深草トレッキングの利用者からです、ねまあ、京都市やいろんな機関に対して要望書がファクスで来ていました大量の大型ダンプの通行で身の危険を感じますと。 大型ダンプの通行制限はでき,てできないのかということもありましたし、えー、こういうファックスは、京都市にも関係局にも来ているんじゃないかというふうに思うんです。まあ、環境政策の立場からも、また予算特別委員,特別委員会で、私は建設予定地の産廃問題の違法処理への対応、まあ、地滑りなど、里山の環境破壊としても問題を抱えているというふうに指摘をしてまいりましたけれども、 先日の6月18日の震度5強の影響で一番心配していた太陽光発電のための製地と谷の埋め立てによる土がです、ね、地滑りを起こして付近のため池に流れ込んだり水路に入っているということが指摘されていますでその中にはですね山灰が下流に流れているというふうに地元の議員さんも指摘をしているところです 業者がです、ね、流出した泥の浚渫をするというふうなことにもなっているようですが、まあ、公的な責任者としても本質的にです、ね、こういう違法開発によって里山破壊ということもこれは本質的に是正指導すべきと考えますがいかがでしょうか。福井担当部長 のでにいただきましたけれども、まず土砂がため池とあるいはリ栗小学校の水路、近くの水路あたりまで土砂がずっと流れてきているという状況は確かにございます、私ども環境政策局でも現地確認いたしましたしまた都市計画局が詳細に現地を確認しております、それによりますと、現在、開発をしている大岩山の 症状の付近のところのあそこの土砂が流れ込んだというのは全くゼロというわけではないだろうということでございますがあの量的には非常に少量のものだというふうには確認しております。 で産業廃棄物が流れ,あの流れ落ちていると流出しているというあの、まあ、情報も私ども耳にしたこともございますが今回の,あの土砂災害あの大雨の件でもその産業廃棄物が流出したというケースはあのほとんど確認はできておりませんであの春,節その春節が春節ごとが必要な主な原因としましてはその水路の途中の えまあ両側、土砂の部分があの崩落してそれがえ土砂としてえ下流に流れたというのが維持場の原因だと聞いておりますので,でそれともう1つあのその水路全体が京都市が管理している場所だけではなくてほかのまあ民地の部分もございますしえ京都府等の他の機関の管理の部分もございますのでまあその関係機関とも連携しながらあの一体的にあの早急にあの今、対応していただいておい,います。 赤坂副委員長あの聞くところに言いますと、都市会開発自動車の担当者とその事業者とが、ですねこの流れ落ちた土砂については、ですねそのまま上部の,その開発している、今の違法開発状態のところに持ち,持ち運ぶというふうな方向での話になっているようですので、この点、警備の問題ではなくて、今後ですね、 この地震だけではなくて、この台風も来ますし、大雨が来たらあー、当地は非常に地滑りをしやすい場所だということもありますので、これはぜひ、えー、協力して、えー、環境政策課としてもです、ね、環境指導課としても、これ、きっちり、えー、この産廃の下流への流出というものはやっぱり止めていただきたいということを強く求めておきたいと思います。で最後に 持続可能な都市文明の構築を目指す京都宣言というものに2050年の世界の都市のあるべき姿とそこの看板のところにも6項目書かれています省エネルギーの推進や再生エネルギーの利用が飛躍的に拡大しということが6項目目に書かれていますこの都市によるエネルギー自治が実現しているということを目標にこの京都市の このの京都宣言の中に書かれていますこういう点でも国の環境モデル都市に選定されている全国23市町村の中でも京都市は地球温暖化防止対策で最高評価を得ているわけですけれども温室効果ガスの削減吸収量では排出量が1990年度比1%減にとどまったために最高25点のうち24点になったというふうに新聞報道でもありました。 そういう点で、個人と事業所の CO2 排出量の削減を今後、本気で取り組みたいというふうな理事者の、市当局者の記事が載っておりましたけれども、発言の記事が載っておりましたけれども、本当に取り組むなら、この再生エネルギーの取り組み強化と、拡大ということをぜひお願いしたいと思うと、同時にエネルギー自治を推進すること、 そして CO2 吸収の緑地面積のこういう拡大ですね保全というものは京都市としても取り組みの方向で進めてきたものであると思いますそういう点で森林の無法伐採を許していては目標は達成できませんそういう点でのこの CO2 削減そしてこの排出量を削減していくそして地球温暖化を 防止していく、そういう点での京都市の決意を求めたいと思いますが、いかがでしょうか森本地球温暖化対策室長、はい今。今、委員からご指摘ありました、環境モデル都市の,あの、まあえー、温室効果ガスの削減吸収量が4点であるということに関してでございますが、あの基本的にはです、ね、あの京都市の市民、 あるいは事業者が排出されます温室効果ガスにつきましては市民事業者の方の努力によりまして仮に1990年度と同じようないわゆる排出ケースでありましたら当然減っているんですけれどもいわゆる原発が停止して以降火力発電に依存した発電等によりましてもともとの電気が CO2 に依存した電気が増えているということで結果的に思った数値より伸びなかったので5点満点のところ4点に なってしまっているというところでございますが、4点であっても高い評価であるのは間違いないところでございます。今後、我々としましてはあの、まあ、電力事業者に対しましても、えーまあ、司,会技術を司会の決意を得ましたあの、中長期的にはです、ね、原子力発電に依存しない社会というのを目指しておりますので、これらを含めまして、電力事業者にもさら、ね、なる排出係数の低減というのを求めつつ、すね、我々としましても、先ほどからありますが、あのメガソーラーというのは、 様々な課題もございますあるいは個人宅の太陽光パネル設置につきましても、さまざまな課題がございます、それらの課題につきましては、有識者の方のご意見も含めながらです、ね、今後、研究してまいりたいと考えております赤坂副委員長。まあぜひ、前向き検討でお願いしたいと思いますし、昨日、当局からの資料の中でもです、ね、国に対してこの再生エネルギーの目標をです、ね、もっと上げろと。 いうことで政府に対しししてての申し入れもいいるところでございます、えー、その点、えー、先日あの、当局からの資料の中に、関西電力の株主総会への京都市の提案というところの中にですね、読ませていただきました。そうしますと、まあ、その中にですね、休業している火力発電所の稼働を促すような提案が少しありました。まあ、需要を高めるためとか、供給量を増やすためとか、いうことが書かれておりましたけれども、 私はまあ先ほど、リー者がおっしゃったように、まあ、パリ協定に基づいた脱炭素社会の構築を目指して、この原発依存しない社会の構築、維持を図るという点での京都市の市長の姿勢に反するものであり、こういう火力発電所の稼働を促すような提案はやめるように強く求めておきたいというふうに思います。終わります丸本部長 はい、あの関西電力に対しまして株主提案しておりますけれどもその中で、まえー、原発を止めると、えー、ただ止めたら電気が足りなくなってきますので代替電源が必要になってきます。えー、そのためには、まえー、火力発電等も、えー 止めるまでの火力発電等も動かしていかなければならないわけですけれども、火力発電、なんでもかんでもいいというわけではございませんでして、京都市が求めておりますのは、優れた高効率の天然ガスを活用した火力発電と、まあ、そういった限定をつけた形で、稼働、そういったことを求めているということを、この件に関連して、他にございませんか。 ははいそれでは続きまして、異常熱波における局のエネルギー対策について、伊坂委員、どうぞ、まあ。とりあえず暑いですよね、ほんまにも暑くて、で38度を超える日が3日間続いたと、39.8度年までいったと、で昨日は、えー、関東の方では40度を超えるということで、異常熱波ですよね。 昨日、で木の気象庁が記者会見をやってこの異常気象はもう災害だとこういうふうに位置づけましたけど災害というふうに位置づけているというのは要は熱中症によって死者が出ていると緊急搬送がもう毎日、ね、数十人出ているということだと思うんですよねでまさに地球環境が破壊をされてきているというふうに思うんですよね。で こういうい異常熱波が起きている今の地球環境について非常に、ね、グローバルな話を京、ね、都市の担当者にお聞きするのもどうかなとは思うんですけど局としてはこの環境破壊についてどういうふうに思っているのかということとそれを、ね、エネルギーの政策という点で見た場合にどう対応していくのかということについての基本的な考え方を教えていただけますか。 森本市長あの、ま、現在の異常気象でございわれわれもあの京都市内、京都から見た世界の異常気象という観点で見ておりますので、ま、ちょっとこ難しくはなるんですがあの、ま、昨今の新聞報道、あるいは有識者の見解、あるいは気象庁の、えー、いろんなまとめ等を見ておりますと、まえー、こ,こ今年の,この異常気象、特にあの猛暑につきましてはです、ねま、地球温暖化、 もう一つの要因であるし、まあ、それ以外の要因もあるのではないかと、ただ、断定はできないというふうには、いろいろ見聞きしておりますと書いております。まあ、我々としましては、あの明らかにです、ね我、この地球温暖化対策室として所管している部分につきましては、CO2 の増加に伴う温室効果ガスの影響によるものがあるのではないかというふうにも見ておりますので、まあ、中長期的にはです、ね、やはりこの CO2 を削減していく方向で、大胆な施策展開が必要かなとは思っておりますが、 一方で、まあ、短期的には、ね、CO2 の話ばかりでもありませんので、えー、やはりあの関係部署、特に保健福祉局や教育委員会とも連携しまして、あの地球温暖化の対策推進本部の中に適用部会というのを設けておりますが、その中でもあのまた開催予定しておりますので、えー、きっちりとです、ね、連携しながら、市民生活に影響の出ない、まず即時の対応につ,きてついてはです、ねあの、協議してまいりたいと思っております。ままたこれ,らにこれに関しまして エネルギーに関しましては、やはり CO2 を排出しないエネルギー源というのを目指していかなあかんと思っておりますので、これにつきましては、今現在、定めておりますエネルギー戦略に基づきながらです、ね、必要な対策を取っていきたいと思っておりますし、必要な関係部署、国や電力事業者には、さまざまな要望をしていきたいと考えております。伊佐委員まあ確かにあの具体的ななな対策で言うとあの保健福祉局などなどの とところになるかと思うんですよだけどもその温暖化の対策室ねとして地球温暖化の影響っていうのはまあ否定できないということで CO2 の排出を減らすために温室効果ガスをぐっと減らしていくというそこで CO2 を発生させないということになると、まあ、先ほどのね赤坂委員の質疑の中にも出てくるんですが火力発電で まあ火力発電といった場合にねあの石炭もあれば石油もあるんだけどもそういう化石燃料を、ね、使う発電エネルギー対策から、ね、そうでないものに、ね、移していくという時にやっぱりねあの再生可能エネルギーのところでつまり環境に優しいエネルギーをねどう作っていくのかっていうところでかなりの。あの 急速な進展が必要だと思うんですよでこの異常熱波は今年だけにとどまるとは思いません昨日も朝のニュース見てたら2020年で、ね、40度を平均で超えるような異常高温にもなりかねないという話も出てるわけでそういう時にまあ先ほど、ね、あの 温,室温暖化対策として、まあ、いろんな提案もし国にも申し入れるというふうに言ったけれども現時点で、ね、あのこれとこれは、ね、必ずやっていかなくちゃならないということで、ね、強く押し出す政策とかポイントというのは局としてはどういうことを考えているんですか森本市長。 はいあのー、昨日あの、京都市長が会長しております、自然エネルギー協議会の方でです、ねえー、経産省、あるいは環境省、えーっとっと、農水省の方に市長が直接出向きまして、要望をしております、まあ、その中ではです、ね、提言としまして、1つは、えー、国のほが先,あの先日定めましたエネルギー基本計画におきまして、えー、国の方は22から24%を目安としておりますが、 やっぱり指定都市とは連携しまして30、30%とするですね目標を定めるべきではないかという提言、あるいは自然性エネルギーを最大限導入に向けました対策としまして、イノベーションの創出、あるいは地産地消型の分散型エネルギーの普及拡大、またあのフィット制度の適切な運用とか、いくつかの要望、また最後、水素の水社会の実現も要望しております、これらの提言をですねあの大きくは3つ要望しておりますので、 これらにつきまして、あのまあ、今後も我々としてはあの着実にあの要望しまた京都市内にしてできることについては、京都市は実現,実現していくということを目指していきたいと考えております伊坂委員いや私も最後それを、ね、あの言おうと思ったんですけど、やっぱり国のエネルギー基本計画がこの6月に閣議決定をされました、まあ、ポイント2つあってね。 あくまでもベースロード電源は原発と火力だとでこれ20から22%自然あ再生可能エネルギーを主力電源に位置づけるというふうに、まあ、改めて位置づけて22から24%なんだけどもやっぱりねでこの火力と、ね、原発をセット門にした、ね、エネルギーの基本計画でこれはねだめだと思うんですよね。ここういういとをやってるから 今の異常気象を根本的に抑えるというのは政府の対応ができないと思うのでこれをね改めさせるということと再生可能エネルギーを22から24というけどまあ実際にはねもう14%ぐらいいっているわけですよねだからそれを引き上げる意欲がねやっぱり足りないと主力電源という限りはこれを30%までするというのはもう最低限のラインだと思うんですよね。それを目指すことによって 急速にねエネルギー政策の転換を図っていくということをやらないともう今の異常気象っていうのは、ね、根本的な解決には、ね、ならないというような思うんですだから個々の対応はねいろんな局でできるんだけども根本のところにメス入れてやっていけるのはねやっぱり環境政策局でありエネルギーを司っている温暖化対策室だと思うんですよねだからそういう決意と覚悟を持ってね いろんな情報発信をこの時期だからこそやってほしいというようなものです。まあそのあたりの決意を最後伺って終わります。下妻地球環境エネルギー担当局長はいあのまあ先ほどもですねあの丸本部長あのまた森本市長から申しましたけれどもまあ自然エネルギー協議会でまあ昨日も要望しまして、えー、まあ国のエネルギー、えー、政策あの。 <coughs> 基本計画ですねこれで自然エネルギー、まあ、再生可能エネルギーが22から24%とこう言っている点について、まあ、昨日も政令市でしっかりと意思統一をしてですね国への要望をしたところでございますでただ、国の方もですね22から24という見通しこれについては確実にやりたいと。 いうことと、ですねさらにこの目標を上回って、えー、しっかりと再生可能エネルギーを高めていきたい、まあ、このようになお答えもございました、これはあの我々3年前からですね30%ということを言っておりますので、まあ、こうした要望がですね、えーまあ、一つはまああの国の方にもしっかりと生かされていると、このように考えているところでございます。 まあ原発に依存しないエネルギー政策への転換と再生可能エネルギーの普及、えー、拡大に関する司会の決議ですね、これをしっかり踏まえて、あの今後も取り組んでまいりたいというふうに考えております、はいえー、この件に関連して、ほ、え、か、ー、にございませんか、<laughs> はい、それでは、えー、大阪北部地震および7月豪雨の災害対策についての質問を行います。えー、では佐川委員どうぞ あの前回の委員会のときにも、あの確かこれ、質疑されたと思うんですよね、そのときはあの大阪北部の地震対策であったんですよねで、それで俺かと思ったら、でこの,あの西日本集中豪雨で、また大きな被害が出たということで、改めてね、あの大まかな状況でいいんですけど、この2つの災害に対応してですね、 環境政策局本庁の局とか各行政区の各町びか事務所などで把握をしていらっしゃる災害ごみ、これの発生状況と寄せられた要望とかというのはどういうふうにつかんでありますか村中環境企画部長。 はいえー、と大阪北部の地震と、えー、先日の豪雨に関する災害ごみのお話でございます、あのー、当然災害ごみ出ますと、えーまあ、正規の,そのいわゆるごみの収集以外に処理をしていかないといけないということになるわけですけれども、えー、今のところ、えー、地震に関しましては特別に収集をしているという状況ではございませんで 豪雨の方に関しましては、7月の5日から雨が降り出したというふうに認識しているんですが、6日からですね北区役所の方からお話がございまして、北区の絹笠、神谷川の方で少し浸水しているところがあるということで、そちらについては、その部分の収集をさせていただいているという状況でございます。あと 当然、災害ごみに関しましては、ご自分で処理をしていただくときなんかの手数料の減免手続きの関係もあるんですけれども、そちらに関しましても、数件相談があったというふうには把握はしておりますけれども、具体的な申請がないという状況でございます伊坂委員あの、今もおっしゃったように、あの北区の平木町で神谷川の上流の砂防ダム の上流部分が結局あの冠水しましてで上流から流れてきた五目がれきそして流木などが災害ごみになったんですよねで、まあ、それに対して、まあ、区役所を通じてあの北の清掃事務所ま中華事務所の方に対応もお願いしてあの土木などとも連携して対応すると。 いうところまでは来てるんだけどそう一般的にねゴミの処理の場合に災害ゴミでも含めてそうなんだけど敷地の中のゴミを、ね、一旦敷地の外つまり公道まで出したらパッカー車で運ぶよっていうのがね一般的な対応になってるんだけどもそれのねあの そのまままででは、ね、できないい、ね、高齢者あるい1人住まい平木町の場合には高齢者と一人住まいっていうのもあってなかなかそれができないっていうことで、ね、お願いをしたんだけどもその敷地の中まで入って、ね、対応するっていうこととでそれと一人暮らしや、ね、高齢者の方が一般ごみとしてね持ち込みをしようと思っても車がないとかそういう手立てがないという場合に手数料の減免 あったとしてももうそれ絵に描いたもちなんでそういうところに対するね緊急的な対応とかいうのは考え方と実際の具体的な実践これについては今回の事例ではどうでした社循環型社会推進部長 今回の事例では先生ご指摘のとおり家屋の外に出していただいたのを町ちび事務所の方で収集させていただきましたただこれまでの事例で申し上げますと数年前に台風18号で同じく神谷川等が浸水したときなんですけども原則は家屋会に出していただいているんですけど一部ですねお年寄りのケースですとかご自分で排出できない場合にその方にこれは 廃棄物として捨てていいのかどうか、それを十分に確認しながら、一部、家屋内に入らせていただいたケース、また、ボランティアさんが被災後、速やかに入っていただくケースが多いですので、ボランティアさんの方に家屋外に出していただいて、こちらの京都市の方で収集させていただくというようなケースが例としてございます。伊坂委員 まあ、あのそれはあんまりし子定規に定、ね、あに考えない方がいいと思ってでその制度としてどうこうというよりもあの現場、現状の、ね、ケースバイケースで柔軟な対応をするということでそれは今後もぜ、ね、ひ活かしていただきたいというのが1つとそれと2つ目に言った、ね、一般ごみの持ち込み、ねうん、やってもらったらまあ手数料を軽減するという制度があるけど今回は利用なかったと。だけどそれは 持ち込むことができる、ねうんあのー、物質的なものを持っている人はいいんだけどもそうでない人たちに対してその一般ごみとして、ね、対応するということについてはこれは具体的にはどのようなる方法はあるんですか支援の方法としては。代部長 はい失礼しましまたあの、えー、と持ち込みがなかなかあの自家用車と運転できずにあの持ち込みが困難な方というケースですけども、まあ、あのその場合にもあのごそういうご相談があった場合にはもうご遠慮なく町美カ事務所の方に相談あのいただきたいというようなことで、えーまあ、日時とあの調整する中であのいついつに排出していただければ 事務所の方が取りに行かしていただくというような対応を、あのこれまでしておるところでございます。伊坂委員。うん、はい、わかりました。まあ、そしたら、あの、まあ、今回は、ね、台風十八号と比べたらね。まだ災害ごみの量っていうのはね。少なくて良かったんですけど。まあ、今後秋にかけて、また何が起きるかわからないし、どうなるかもわからないと。いうことで、まあ、そういう時には、ね。 あの公衆衛生、衛生上の問題も含めて、あの迅速に処理をしなければならないことでもあるわけで、ね、災害復旧と同時にこの災害ごみの処理については、環境政策局と各、ね、町部課事務所で、実情に見合った迅速な対応をね、今後もやっていただくということを求めてお、はいえー、この件に関連して、他にございませんか。<laughs> はい、えー、それでは、えー、自治体と電力会社との連携について、えー、森田由美子委員、どうぞ。 あの先日の,あの6月8日の京都新聞、今、赤坂議員も言ってたんですけどね、国が環境モデルに選定している全国23市町村で、京都市が地球温暖化対策の取り組みで、2016年度の,あの最高評価を受けていたと掲載されていたんですけど、温室効果ガス削減で減点されていたっていうのがね、さっきも紹介されたんですけど、今年ね、共産党議員団のね、 あの多都市調査であの自治体自ら再生エネルギーで電力会社を立ち上げた福岡県の宮山市に行ってきたんですあの関東の方にもねあの男子委員会視察でも行ったところでも電力会社あの自治体が自ら立ち上げてるっていうところもあったんですけどあのそこのねあの私たちがあの共産党議員団が行った 深山市っていうところでは高圧線でずっと空き地になっていた鉄塔の近くのね土地にメガソーラーを建設したということでね生ごみとか死料とかのバイオエネルギーとかも電力で地産地消の取り組みをしてきたしているのを見てきましたメタン発構想から絞った液体でね まあ、あの駅費としてあの農家にすごくあの喜んで活用されていましたその駅費もね実物を出して見,見させてもらったんですけどあの実物見たらあの思ったほど匂いは気にならなくてねでそんなに臭くなかったんでそういうこともあの地域で循環できればあの、まあ、京都市でも一般の農家さんに提供して喜んでもらえるんじゃないかなというのもありました であの分別もねすごく徹底していてすべてのゴミが活用できるようにあのされていましたあの京都市もね南部クリーンセンターで建設中のメタン発酵層であのどういう内容でねどんな効果があるのかあのこの福岡のね深山市でやってるような取り組みが同じようなことができるのかあのどうか、えっと、説明よろしくお願いします 藤原担当部長、炭循環センターのバイオガス化施設についてでございます。あの三山市で作ってられるあのバイオガス化施設はあの委員からのご紹介もありましたように、飼、え、料、ーえー、組み取ってきた飼料ですね。それと各ご家庭にある浄化槽から発生するおで、えー、それを中心に、えー、処理した規模としては。 あの我々、まああの、宮まで見たことがありませんので全国都市清掃会議というところが発行している資料によりますと能力130トン、えー、京都市の60トンよりも大きい施設ですが、えー、今、えー、申しましたように市尿を中心で生ごみ一般家庭から出てくる生ごみというのは、えー、5トン程度で約4%をしか入っておりません。 ということであの非常に水分がたくさん出る仕組みになっておりまして、まあ、その水分をですね、えー、当然芯にくみ取っているので下水道はありませんから、えー、処理をして河川放流をするということになると非常に大きなコストがかかるので液費としてご活用されているものだと思っておりますただあの液費これもゴミを日々処理をするということで液費の方も日々発生をしまして えー、ただ、駅費の方は堆肥と違いまして土壌改良には向きませんので、えー、シーズンごとそれこそ,その毎月毎月、えー、処理をしようと思うとその駅費に適した作物、えー、どうも高菜が有名みたいですけどもお米、麦、野菜、高菜それぞれこう毎月消費する先がないとそ次 130, 130トンから出てくる駅費を処理できないと。 いうことになります、まあ、たまたま宮山市はそのような状況にあったので、えー、上手にご活用されたと思いますがあの京都市におきましてこの日々60トンから出てくる水分をですねま、えー、く耕作地というのがこれは日年を通じて膜く耕作地が必要となってまいりますので、えー、京都市においては、えー、エネルギーを活用するということで電力を取り出して、えー、これはあの施設で賄うだけでなく、えー、売電することができます。 深山の発電につきましては、えー、と資料によりますと施設内で消費をするだけで水分が多いゴミからのメタン発酵なので電力量が小さくてです、ね、施設内でしか賄,い施設で賄って売電部はないというふうに聞いておりますが共通におきましては売電して CO2 削減に貢献をしていく水につきましては排水処理をして下水道へ放流していくというふうに考えております。 森田由美子委み三山市では、あのえっ、ー、とその三山市自体がね、あの電力会社を立ち上げてるということで、まああの宮殿からもあのこう電気は買ってるって言ってたんですけどね、もともと35億円の,あの電力、あの電気代をね市民が全部払ってたのを、それをどん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 少なくしていけてるっていう話もありました。であの以前 あの南区の,、ね、あの地下鉄10条の近くにあるあの京都電気,電気会館京都電気会館っていうところで、ね、取り込んでいるあの屋根貸し制度の取り組みを学習させていただいたんですけどあの屋根を貸してもらってその上にソーラーパネルを設置して売電量であの収益を得てで元が取れたらその屋根を貸してくれた法人に無料で譲渡するっていうね そういう屋根貸し程度の,あのなんか、まあ、どっちにもおいしいあのことをやっておられるんですけどそういうところであの京都市も、ね、あのそこに出資するとかも,もっとそういうところをあの促進できるように推進するようにねあの連携はできないものなのかっていう思うんですけどいかがでしょうか。丸本部長 はいえー、と今、委員の方からご指摘がありました屋根貸し等でございますけれども、えー、屋根貸し、えー、市民共同発電という、まあ、京都市はそういったび名でしておりますけれども、これは政令市でいち早く、まあ、トップの形で導入しております、えー、一つは、えーまあ、市民の方が、えー、共同で出資するような形で、一般法人を立ち上げていただいて、そこで、えー、京都市の、えー、公共の屋根を、まあ、無償でお貸しして、まあ、そこで発電いただく。 家庭でやっていただいたらいいわけなんですけれどもなかなか、まあ、ご家庭の事情等で自分の家でそういった太陽光パネルをつけられないといった方がどうしたらいいんだというようなときに、まあ、そういった京都市のスペースを使って、まあ、民間で出しお金を出し合って作っていただくというそういった。 制度それからもう1つは、えー、企業と、まあ、そういった方に、まあ、屋根を優勝で貸す形で太陽光パネルを設置していただくと、まあ、そういった形のかを、えー、市民共同発電というのはもういち早く導入しているところでございます。またあの 自治体電力についてでございますけれども、まああのまあ、自由公正な競争、まあ、エネルギーの導入というような形で、まあえー、と電力システム改革とは行われてきておりまして、まあ、その一環として、まあ、電力の全面交流自由化というのが行われたと。 全米、えー、こういう自由化に、まあえー、自治体がまあ参入してきているというようなところが、まあえー、自治体電力化というふうに認識しておりますけれども、まあ、全国でま,あまだ、えー、30前後ぐらいかなというふうに思っております。まあ、あのー 自治大電力を立ち上げる場合の大きなメリットとして一般的に言われていますのが地域の活性化に資するという,ようなことですけれどもただ、一方で全国で新電力を含めますと500以上というそういった電力会社がひしめいているという,ような状況でございまして企業として安定的に独立して経営ができていくのかと。 電力をいかに確保して販売先をいかに確保していくのかというそういった大きな課題等もあるというふうには認識しているところでございます。 否定するわけではございませんけれども、まあ、今後も将来的に自治体電力を作らないと市民のメリットができないと、まあ、そういった仕組みが例えば構築できるとか、まあ、例えば自治体電力を作ればさらに再生可能エネルギーの導入が進むとか、まあ、そういったシステム工夫等ができるようなことができることになってまいりましたら導入等も考えていきたいと思いますけれども。 そういった意味も含めまして今後もしっかりと検討を進めてまいりたいと思っています森田由美子委員。大分、そういうことにも関心があるというあの答弁だったと思うんですけど林地の林、ね、の残材とかあの放置されている間伐材とかね あの製材するときに端材でバイオチップができるって以前、委員会出張でも行ったところでねバイオチップの研究あのやっているそういう自治体に行ったと思うんですけどあの今、ねあの花粉の出にくいあの杉の苗とかが流通しているっていうのがマスコミでも報道されていたんですけどあの市民のね花粉症の対策にもなると思うので林業と連携してねそういうこともあの取り組んでいけるんではないかなと思うんです。以前 あの水力、小水力で言うたらね、あの伏見工業高校、京都市の,あの卒業生が在校時にあの発明したというね、小水力発電機もね、各地ですごく大活躍しているんです。あの先日あの、日本環境学会の元会長の和田武さんの,あの研究調査あの、聞かせていただいたんですけど、あのこの、えーとね、ベース、今、日本やったらね、 ベーースロード電源が原子力と火力と風力とっていうのでこうなってるんですけどその中に太陽光っていうのがこう入ってくる、ね、太陽光っていうのはねあの、まあ、日の当たるときとかあのそういうので波がありますよねでその突出したところは出力を抑制しなければいけない捨てなければいけないっていうねで九州電力であの、えっと、何年か前に 屋根貸しで屋根,がして屋根にソーラーパネルの売電であの自分のとこの,あの家計もちょっと潤うからって言ってそういうのが大々的にあの九州ではやられてたんですけど売電を拒否したって何でかって言ったらここに突出した時にあの出力を抑制しなければいけないっていう、ね、現状があるからっていうことだったんですけどその,あの和田武史先生のねあの研究の調査では あのドイツの,あの再生可能エネルギーの優先利用電力供給というのがあって、ねあのえー、とベースロード電源自体を天然の,あのエネルギーで、ね、バイオガス、風力、水力で太陽光というので賄っててそのタラン分をあの化石燃料で、ね、補っていくんだということをやっておられるんです。そうやったらあのこの 見えるかかかどどうらかかけどこの赤のラインがあるんですけどこれがあの、えっと、エネルギーの需要の線なんですけどそこに合わせてねあの化石燃料でやっていくであの、まあ、安定したエネルギーということでバイオのねそういうチップとかそういう火力あのバイオチップとかバイオマスエネルギーの,その、えっと、ガスとかそういうのは あのためとけるんでそういうのをあのやっていけばその和田武さんはあの全てが100%があの再生エネルギーでできるようになるんじゃないかっていうのもおっしゃってました、えー、と京都市がねあの電,電気電力をその関連に依存するんではなくてねそういうあの地域の発送電分離であの 自然エネルギーをやっているところとねもうちょっと連携してね再生エネルギーをベースロードの電源にすればあの材料費はほぼ無料で環境にもよくって雇用も生まれるっていうことなんで積極的にそういうことを取り組んでほしいと思うんですあの。市民共同発電制度の拡充推進に、ね、あの力を入れて欲ししいいと思ううんでですけどかかがでしょうか 丸本部長、うんはいえー、電力につきましての、えー、現在の京都市の,、まあ、あのスタンスといいますか、えー、考え方でございますけれども、えー、京都市におきましては、まあ、財政面で、まあ、最大限に、まあ、利益を得るというようなことを、えー、図りまして、まあえー、京都市 の施設等で発電した電気につきましてはできる、まあ、入札等を活用いたしましてできるだけ高く買う、ま、高く売るまた京都市市 使う電力につきましては入札等でできるだけ安くするというようなそういったことで財政的に市民に最大限の利益を得るようなそういった取り組みをしておりますしたがいまして新電力を立ち上げましてそこと独占的に売り買いするということではなくて売却先と購入先それを別々に分けましてより競争力が発揮されるようなそういった形の方がいいのかなというふうに考えてます。 考えておりますこれにつきましては、引き続き公正公平な競争原理を働かせるという,ようなことで、引き続き取り組んでいきたいと思っておりますしまた、先ほどから申しましたとおり、新電力につきましては、一定のメリット等もありますけれども、その一方で、なかなか課題等もあるというような状況でございますので、そういった部分も含めまして、今後、しっかりと研究は進めてまいりたいと思っております。 はい、よろしいですかはい、えー、この件に関連して他にございませんかはいえー、なければ以上で <coughs> 環境政策局を終わりますリ、えーシご苦労様でございました、えー、次の文化市民局につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承願いますそれでは準備が整いますまでしばらくお待ち願います それでは委員会を再開いたしますそれでは文化市民局関係の報告聴取を行いますまずはじめに私有地に関わる客引き行為等禁止区域の指定に関わる追加報告についての報告を聴取いたします理事者報告願います土井暮らし安全推進部長着席して報告してください、はい、ありがとうございます それでは、私有地にかかる客引き行為と禁止区域の指定にかかる追加報告についてでございます。文化環境委員会資料の方をご覧、えー、願います。6月19日の文化環境委員会においてご報告をさせていただきました、私有地にかかる客引き行為と禁止区域の指定に関しまして、ご指摘をいただいた点について、改めて追加でご報告をさせていただきます。はじめに1、 客引き行為等禁止区域を指定すする目的についいてでございます京都市客引き行為等の禁止に関する条例につきましては地元の商店街及び地質措からの強い要望を受けまして誰もが利用できる公共の場所における迷惑行為となる不当な客引き行為を禁止することで公共の場所における安心・安全な通行を確保することにより市民及び観光旅行者等にとっての安心かつ安全なまちづくりの推進 国際文化観光都市にふさわしいおもてなしを尊重する機運の情勢及び悠久の歴史の中で使われてきた本市の都市格の維持及び向上を図るという目的を実現するため平成27年3月に制定されたものでございます条例では本市の区域内で客域行為等の解消の実現に向けて、まあ、本市はもとより事業者や商店会等にもご協力の責任を課すとともに特に 客引き行為等が頻繁に行われ、市による指導等が必要と認められる区域を客引き行為等を禁止区域に指定し、客引き行為等の取り締まりを行ってきたことでございます。この間、禁止区域である行動を中心に取り締まりを進めてきた結果、最近では行動における客引き行為者数は半減するなどの効果を上げておりますが、一方で、行動での取り締まりを逃れるため、 禁止区域に隣接する周知に入り込んで客意行為等を行うものが増加し隣接する行動と一体となってさまざ、あ、まな店舗の客意行者が競合して客の引き合いを行うなど不当な客意行為等が頻繁に行われる状況にございますこうした現状を踏まえ本市としましては客威行為等の解消という目,的目標を達成するため周知の禁止区域への指定も含めて 主体的に客意行為との禁止に関する対策を進めてまいります同時に私有地の消費者等と連携した取り組みにつきましてもより一層推進してまいりたいと考えております次に2京都アジビル河原町及び河原町デックにおける客引き行為等の現状をご覧願います両ビルの付近は河原町通りに面することから通行人が多くまた木屋町通りに通じる道路と接続していることから 木屋町方面から出てくる客引き行為者等も多くある意味客引き行為者等のたまり場となっておりこれらの場所における行動での指導等の件数は河原町通り全体における指導等の件数の約6割を占めるなど不当な客引き行為等が恒常的に行われており今後客引き行為対策を進めていく上で極めて重要な場所となっております両ビル付近で行われる客引き行為等では禁止区域である行動等 ビルの敷地とが区別なく利用され、客の引き合いが行われており、場所によってはビルに入居する店舗と外部の店舗の客引き講師等が入り乱れ、また両者がビルの敷地と行道との境界を挟んで相互に牽制しながら客引き行為を行うことにより、複数の客引き講師者による客の引き合いの競合が常態化し、歩道の通行にも支障を出るなど、周辺環境の重しい悪化を招いております。このため 地元の商店街および実組織が本市や京都府警察と合同で行うパトロールにおきましても課題滑走として把握をされ、まあ、懸念の声が上がっており本市といたしましてもこうした声をしっかりと受け止め対応していく必要があるものと考えておりますこうした中本市ではこれまで寮ビル付近において指導員によ,員による巡回を強化し、まあ、重点的に取り締まりを行ってまいりましたが 周知内での客引き行為等には指導が弱まず取り締ま効果が上がっていない現状がございます <coughs> 次に2ページをご覧ください両ビルにおける具体的な客引きの状況につきましては両括弧1京都味ジビルから町では外部の客引き行為者等が敷地内に立ち入り場合によってはその店は満席ですよなどの虚言も交えて客引き行為を行っており これに対抗して内部の店舗も客引き行為を行うことにより客引き行為等が相乗的にエスカレートしているような現状がございます。また、過去に川の町デックにおいては同ビルに入居する店舗の客引き行為者等には客引き行為との専門業者も多く関わっており同ビルの敷地内であれば指導されることがないと認識した上で公然と客引き行為等を行うため外部の飲食店での客引き行為者との間で 客の引き合いが起こり、事態の悪化を招いている状況がございます。続きまして、3、要望者による自主的な客引き行為と対,対策の内容についてでございます。京都・味ビルカラマの建物を管理する日本ハウスイング株式会社、および敷地の所有者である株式会社、茶屋町不動産、並びにカラデックの敷地と建物を所有管理する株式会社コーストにおいては、 これまでから地元の商店街等によるパトロール等にも参加されているほか資料にも記載させていただいてますとおりそれぞれ独自に建物内の店舗に対して客引き行為を排除するため退去の申し出を行ったり客引きを行えない旨の誓約書の提出を求めるなどさまざまな対策を継続的に行ってきましたが相手側が申し出を削して退去しないため客引き行為者等の排除には至っておりません。 次に3ページをご覧ください。4、禁止区域としての指定の必要性についてでございます。両学校1、要望者にある客引き行為等対策の限界をご覧願います。私有地における客引き行為等への対策につきましては、第一次的には当該私有地の所有者等において対策を実施すべきものではございますが、先ほどご説明いたしましたとおり、所有者、管理者として、 可能な対策を実施していただいているものの、契約書に客引き行為等に関する解除規定がないため、契約解除等の法的な手段に踏み切れないことや、また外部の飲食店や客引き行為等専門に行う業者に関しましては、消費者等において取ることのできる法的な手段が限られておりますことから、消費者等自身による対策だできれば十分に解決できない状態になっております。 そのため、両括弧に行政による客費行為等対策の必要性にも記載させていただいてますとおり条例が禁止をする客費行為等の解消に向けた対策を実施していくためには周知であっても現に客費行為が行われ市民や観光旅行者の皆様が迷惑を受けている場合には所有者等の了解を求めた上で市としては条例の趣旨や目的を踏まえ主体的に取り締まりを行っていく必要があるものと判断しております。 次に両学校3、私有地の禁止区域の指定にかかる要件の充足性につきましては、今回、禁止区域の指定を行う予定の京都・安治ル川原町および川原町デックの敷地については、改めて不特定多数の通行者の方々が隣接する行動と区別なく利用できる状況にある公共性の高い私有地であり、かつ、現に客引き行為等が行われている状況にあることを踏まえて、 まあ、禁止区域の設定を行ったものであり、同時に4ページの参考に記載し,た、えー、記載していただいて,、えー、ていますとおり、客意行為と対策審議会の答申が示す3つの要件をすべて満たしていることから、個別に審議会に諮問をすることなく、禁止区域として指定しようとするものでございます。最後に5、今後の取り組みについてでございます。今回の周知の禁止区域への指定につきましては、 今月末までに告示を行い、その後十分に周知と行いまして、9月1日から指導員による巡回指導等を開始したいと考えております。報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー。ただいまの報告につきまして何か質問はございませんか。須賀屋委員。はい。あの前回の委員会で。 あの質問させていただいて、あの何点かあの気になる点だけ質問させていただきたいんですけれども、あの今回、新しくあの業者、あの前回、僕はあの業者間でのあの何て言うんですかね、努力をもっとしていただきたいというふうな点で質問させてもらったんですけれども、今回の報告資料にはそういった点が記載をされておりますので、その上で行政としてやるんだということで理解はしております。 ただ、今後この進め方として仮にこのアジビルさんとデックビルの敷地内の一部を禁止区域に指定したとして事前の説明ではここがたまり場だとここさえ禁止区域に指定してしまえば客引き行為というのは減少させられる効果が期待できるというような説明を受けているんですけれども思ったんですけれども例えば アジビルとデックの間には例えばバルっていう,ああいう大きなビルがあってあそこもオープンスペースがあるじゃないですかああいったところはまだ禁止区域に当然指定されていないわけであそこに、まあ、僕がその悪質な業者だったとしたらあそこに逃れるということも考えうるんですけどもそこら辺の対策はどう考えてますか土井部長、はい、あの議員ご指摘のとおりあの確かにあの この両者のビル以外の可能性というともあの否定ができないと思っております。ただ現時点では金奈川市道につきましてはこの2箇所の部分というのがやはりあの両ビルとも居酒屋居酒屋等のま飲食店が多数入っているということでまそういう目的ことを目的にしたまあの通行の方が多数ま 訪れ,られるとそれとまた、木ア町等の,その誘導という部分につきましても、ケア町ってちょっと、良好な場所ということで、現時点ではこの2箇所の部分について、大変え客引き投影がまあ集中して行われているということでございます。我々の方としましては、現時点ではこの部分について、しっかりとまあ取り締まりの方をさせていただきまして。 仮に、あのー、その結果としてまた、あのー、客引き等の、えー、情勢が変わるようなことがあればそういう部分につきましてもしっかりと、えー、調査して把握し、まあ、適切に対応していきたいという,ふうに思っております、えー、本市といたしましては,やはり条例を作って、えー、客引き行為については許さないということを、あのた、ー、っておりますので、まあ、そうした部分については、まあ、しっかりと取り組みの方を進めまいりたいとといいう,うに考えておるところでございます菅谷委員 後手後手というか、まあ、その事,事象が発生してから対応しなければならないというのは分かるんですけれどもそれではあの解決になっていないというか今回、禁止区域ここが困っているからここを禁止区域にするというのは重々分かるんですけれどもあのここの資料にも書いてあります通りこり行政として、えー、やるんだとその民間と民間のことは別にして行政としてこの条例の目的を執行するために これは禁止区域に指定しなければならないという,ふうにおっしゃっているのであればその行政の目的であるあそこの違法な客引き行為を、えー、河原町通り沿いでなくすためにどうしていくかということを考えていただきたいですよ。でそれをそのどうするんですかと今後そのバルのビルとかに関しても、えー悪,引きえー、悪質な客引き行為が発生しうるスペースがある以上はここをどうするのかというのを もう少しちょっと考えていただきたいんですけどそれは改めてどうですか土井部長ゅう地の,ー、のまあ禁止区域の指定につきましては、まあ、やはり、あのー、まあ、営業の自由ということの関係もございますので、われわれの方としましては、やはりそこで客行為が行われていると。 現実を踏まえて、やはり適用させていただくべきものだとも、考えておりますけれども。先生ご指摘の通り、もう少し先の視野も含めた取り組みにつきましても、まあ、十分調整研究をしていく必要があると。いうふうに、考えているところでございます。菅谷委員、わかりました。じゃ、あの、その、具体的な進め方として、僕は一点ちょっと質問したいんですけれども。今回は所有者からの要望で、審議会の答申を経ずに、所有者が了解をしているから。 ここは禁止区域に指定をするんだということなんですけれども例えば仮に、えー、とそこのバル例えばにしますけどバルというビルのところで客引きがたまり始めたときに、えー、所有者としては、えー、それを禁止区域に指定,欲し,指定してほしくないとただ行政としては、えー、そこは禁止区域に指定したいんだという双方の意見が対立した場合には今後どうしていくんですか。土井部長 われ、はいえー、我々としましては、やはり条例の方で客行為を禁止して,している以上はあの、そうした取締り禁止区域の指定についての検討を進めていかないという,うに考えております。あの審議会の方ではあのー、先ほど申しました、まあ、あの資料にも書いてございます3つの要件、この部分を目指しているものにつきましては、まあ、審議会でのまあ個別の判断を経ることなく、まあ、禁止区域の指定ができるということになっておりますので、あの今、そういう所有者の了解が取れないような部,、えー、部分が出てきましたが、これは改めて、 審議会の方うと身も図らせていただいて、我々の方としては、まあ、客引行為の禁止という観点からしっかりと取り組みの方を進めていく必要があるものと考えております菅谷委員いや僕はあのそういったところは、えー、あくまで慎重にという反対派の立場を今、取っていますけれども、えー、今の答弁であれば、えーっと、強制的に、半ば強制的にその審議会の、えー、審議を経て、そこは京都市に従ってくださいというようなこともあり得るということでよろしいですか。どい われ、はいまあ、我々としましてはまあ当然、あの事業者の方につきましても条例でまあ京都市の客引き行為の禁止に関するまあそういう取り組み施策についてまあご協力いただくべき責務を課しているわけでございますので、まあ、そういう点の部分につきましても十分にご説明をしまあご了解をいただきたいというふうに考えておりますけれども、あのー、最悪そこの状況に、え。ー よりましてはやはり診療所の方とのご相談というのか、ご本人の方にもご審議をいただいた上で、まで、あ、一定の判断というのが、えー、必要な場合もあるのかなというふうに考えてございますはほ、い、か、えー、にございませんか、えー、都民。まあ今回の,あのお説明でよう分かりましたけれども、まあ、とりあえずですね、ちょっと条例に基づいて、もう一切客引き行為は認めないと。 こっから始まってるわけですよだからそれは民地であれ、行動であれ関係ない、そんなもんねあの、どん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 取り締まってほしい、そして、えー、先ほどもちょっと質問あったけども、ほ他のところで、ね、今回、この,あの、えー、2つの場所をです、ね、取り締まった、じゃあまたどっかに、そのここはあの民地やから言うて、したら、これも当然取り締まらなあかんやん。そんな当たり前の話ですよ。 了解を得たらええわけやで。了解が出なかったら警察と一緒にですね、そこの方に言ってですね、京都市としては認めへんねこれ法律やと。だから、ここで、あの、客引きしたらね、とりあえず、そこのテナントの人であろうが、外であろうが、一切京都市としては取り締まると。この当たり前の話でしてね、今後はそういう形でね、強くね、やっていただきたい。そうでないと、これ賛成僕らした以上ね、この条例を作った以上ね、我々もね、 当然ね、あの厳しくやってもらいたいとこのように思っておりますし、その,あの覚悟でね、その決意でやっていただきたいと思いますが、どうでしょう。吉田局長,局長 これまでの経過も踏まえまして我々も客行き行為は許さないという立場で行ってまいりたいというふうには思っておりますで当然行動というところになりますけども今回のビルの2社の同意を得ましたのも我々だけではなくて警察それから地元の商店街の皆さんと一緒にパトロールもしながらここの箇所をやはり指定をしなければ客行きはなくならないというところでの 経過の中で同意を得てきたというものでございます、あのもし万が一、のところでそういった客引き行為が見受けられるということであれば、そこの同意が得られるように、反対という意見がありましたら、我々も今の実態について、そこのビルのオーナーともしっかりと話もしながら、条例の推進に努めてまいりたいというふうには思っております、よろしくお願いをいたしまほ、はいえー、他にございませんか。 えー、質疑の途中ですが午後1時まで休憩いたします。